静電気実験。風船をこすると静電気が起きてます。押してる証拠に髪の毛をつけてみましょう。ちょっと女子の準備さん来てくれる？じゃあ頭から両方とも来てくれる？じゃあ静電気起きてるかな。3、2、1。おお立ってますね。静電気よく起きてます。もう一度3、2、1。おお起きてるね。これ面白いのはこのままにしてもちょんまげってひっついちゃいます。お辞儀しても落ちません。はい、起きてることがよくわかりました。ジングさんありがとう。よし、ではね、電気クラゲを挑戦してみましょう。電気クラゲね、これ荷造り紐をこう裂いてね、結んで裂きます。で、なるべく触らないようにするのがコツです。で、これをテーブルの上に置いてこう広げたら乾いてる布、マフラーで擦ります。擦ると紐も静電気が起きて机に張り付いてきます。ほら、張り付いてきた。足が絡まないように丁寧に擦っていきましょう。ちょっと、よし、こうやって全部を擦ったら完成。紐にね、静電気をしっかり起こすのがコツだよね。では風船もこすっていきますよ。素早く持ち上げます。3、2、1。ほっ、そして風船近づけるとポッ。おーっとっとっと、空飛ぶ電気クラゲの出来上がり。離すと落ちてくるけど近づけるとポッ。おー、すごいね。あとね、クラゲお手ができます。一瞬ですよ、見ててください。クラゲくん、お手クラゲくん、お手。おお、クラゲくん、おっと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 、静電気が弱くなってきたけど、大丈夫大丈夫大丈夫。待っていた、あー、襲いかかられた。静電気持ってるからひっついてくるんだよね。電気クラゲ面白いね。ちょっと難しいけど、みんなも頑張ってやってみてください。さあ、電気コップの作り方です。これね、電気コップなんですけど、この作り方がね、大切なの。こうね、きれいに巻くわけで、この上をちょっと開けてね。ではね、どうやったら綺麗に巻けるか。こんな風にプラスチックをまず切り取って、それを型にします。で、これをね、アルミ箔の上に乗せて、まあ、こんな風にほらマジックでこう型を取って、この通りに切ります。綺麗だね。これをコップ上から 1、2センチ開けて綺麗に巻きつけて、セロハンテープで留めると、まあ、こんな風になるわけです。で、2つ重ねて間に電気を通すと、こう折り曲げたアルミを重ねて間に入れれば完成。じゃあ電気を食べていきましょう。ジャイアン、はいはい、今からね、ちょっと静電気実験するから。あ、そうですか。ちょっと持ってて持ってて。あ、僕はね、うん、持っててよ。じゃあ静電気のため方です。風船をこすってしっかり静電気こう起きてるよ、はいはい、この風船をこの棒に近づけますよ。パチパチ言ったでしょ。風船の静電気がこの棒を通してコップの中入ります。おー、言ってる言ってる。コツはこすったら、この全体に静電気が起きてるから、先端から根元までこう送り込む。おー、全部ね。そう、よくある間違いね、これ。これね、ほとんど静電気入りません。こすったら近づけて送り込む、こすったら送り込む。今5回分ぐらいかな。6、7、8、9、10。今ね、10回分の静電気が溜まったんです。あ、結構溜まりましたね。じゃあ溜まってるかどうか、じゃあもう片方の手でこう触ってみてくれる？いくよ。3、2、1、どうぞ。あーパチッって言ってきた、来た来た来た、楽しいでしょ。楽しい楽しい楽しい。今10回だけど、これをさ、20回、30回したらどうなったの？やばいね、これ面白いでしょ。これね、一人じゃなくて何人も手をつないで、10人でも20人でも50人でも手つないでこの実験できるわけよ。おー、じゃあみんなで共通の体験ができるってことですね。そうそうそう、面白いね。やってみてください、電気コップ。よし、では次はね、電気帽子。電気帽子、これをかぶるともう静電気溜まってるかどうかがすぐ分かるわけ。あ、そうなんですか。うん、で、ジャイアンは一応ね、静電気逃がさないように今発泡スチロールの台の上に立ってるよね。はい、はい、立ってもらいました。では電気帽子をかぶってください。かぶって、うん、はい、今紐は下に垂れてるよね、はい、まあ、静電気はね、何も溜まってないから。じゃあ今から静電気溜めていきます。はい、じゃあダイヤ、ちょっと手出して。手、はい、はい、では風船をこすって静電気を起こしたら、この風船をジャイアンの手に近づけます。プチプチって言って静電気がジャイアンに入っていきます。すると頭どうなった？
ほら、紐がだん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 立ち上がってきたよね。おう、もうね、ジャイアンに徐々にもう静電気が溜まってきてる証拠で、街でこんな人見たらね、もう近づいちゃダメだね。マジで危ない危ない危ない。おお、いい感じ。送り込めば送り込むほど帽子がね、紐が立ってきました。まあまあ、じゃあこの辺でいいか、まずはね、はい、じゃあこの状態で電気通りやすいものに触るとどうなるのか。じゃあちょっと助手の神宮さん、ちょっと来て。じゃあちょっと手をグーにしてくれる。じゃあジャイアンさ、うん、助手のお姉さんの手に触ってみてください。いきますよ、ここね、3、2、1、はい。あーあ、頭見て、頭下がったで、プチって言ってジャイアンに溜まってる静電気が一気に流れたわけ、はい、でね、だからもうジャイアン静電気ないから頭も下がった、今ないのね、うん、溜まった状態で触るとどうなる。パチンって言ったよ今そうそう、だから溜まった状態でドアノブとか触ると今みたいにパチってくるわけ。それが痛いのね。そう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 、だからこの帽子があれば自分が危険かどうか分かるでしょ。見えないねそれはあるけどね、うん、じゃあ安全な逃がし方ね。あ、逃がし方、一気に逃げるから痛いの。おうおう、徐々に逃がせばいいわけ。徐々に、うん、じゃあちょっともう一回やってみよう、はい、こうやってまず跳ねます。またやるの。いやいや、やっていくよ。よし、立った。どんどん跳ねます。立ってきた。立った。オッケー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 、いいよ。よし、はい、では電気をわずかに通す紙、紙、紙とか木とか皮で触るわけ。じゃあジャイアン、うん、これでどう触ればいいの、うん、するとほら、シューって頭が落ちてきたでしょう。電気に逃げました。ああ、痛かった。いや、痛くない。痛くないでしょ。そう、ゆっくり逃げると痛くないの。いきなり逃げると、一気に逃げると痛いわけ。うん、じゃあ最後ね、もう一回。よし、まだやるの。まだやる、まだね。じゃあ溜めて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 溜まりました。じゃあさっき紙だったよね。紙だった。じゃあこのアルミ箔で触るとどうなると思う。これ金属でしょ。どうなるかな。ちょっと助手の神宮さん、ちょっと持ってくれる。そこが助手の神宮さん。そうそうそう。じゃあジャイアン持ってみて。3、2、1、はい。あ金属は電気通すから、あ、一気に流れちゃうわけ。それでビンってくるんだよね。電気人間、面白いね。面白い。皆さんもやってみてください。